今回のたわわの輪は JA 南さつま芋を紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは南九州市知覧町のさつまいも畑。こんにちは。ああこんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。こちらは生産者の上木原さんです。こちらがまあ紅さつまでですね。こっちが紅さつま、はいはい、これはまあ北感があって非常に甘いという特徴がございまして、隣の方の紅はるかが甘みがさらに強くてしっとりと粘質感がある特徴で、うん、糖度はですねこちらがまあ13度ぐらい糖度の指数がですね、はい、でこちらは掘ってからまあ40日間寝かした時に一番甘みが強く出ますから、うんまあ、その時が17度ぐらい。17度、はい、非常にまあ甘い。9月から10月にかけ収穫のピークを迎える紅さつま、私もお手伝いをさせてもらいます。どんな作業をさせていただけますか？作業はちょうどこれがですね掘り取り作業で、このコンベアで芋がこう後ろに上がってきます、はいはい、で上がってきたやつを反対の方向に、曲がってる反対の方向にやればポキッと折れますから、こう、はい、もう簡単にそれでちぎれますから、ちぎれてこの大きさにあったのを、ね、小中大。上木原さんの畑では年間およそ40トン、 JA 南さつま管内ではおよそ600トンの出荷を予定しています。お手伝いの後は試食タイム。まずはさつまいものスイートサラダ。このリンゴとキュウリのシャキシャキ感とこのさつまいものホクホク感も楽しめて、さらにこの甘さが引き立っていてとっても美味しいです。続いて砂糖、醤油、みりんで味付けしたさつまいもきんぴら。お醤油のいい香りがしてます。このお醤油の香ばしさとさつまいもの甘さの相性がとってもバッチリで美味しいです。ご飯のお供にもぴったりですね。紅はるかにつきましては昨年ですね南ちゃんちゅう愛称をつけまして、はい、販売してますから、ちょうど出荷の箱にも南ちゃんちゅうマークが入っておりますので、まあ、こちらの方もよろしくお願いしたいと思います。丹精込めて作った JA 南さつまのさつまいもを食べてください。食べてください。ここで番組からのお知らせです。紅さつまを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。